メニーにあるサビーン軍庁舎、サビーン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の西部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,233人であり、2000年の23,459人から3.3%増加した。郡庁所在地はメニーであり、同軍で人口最大の町でもある。 サビーン軍は1843年3月7日にルイジアナ州議会が多くの時間をかけて創設した五軍の一つである。ナケテシュ軍の一部から西のサビーン側をアメリカ合衆国とテキサス共和国の国境として設立された。サビーン軍となった地域はカド連邦のアデス族インディアン住んでおり、その後スペイン、フランス、イギリス、またスペインと支配者が変わり、 さらに、フランスに戻った後に、ナポレオン・ボナパルトが1803年のルイジアナ買収でアメリカ合衆国に売却した。この買収の後に、境界論争が起こった。アメリカ合衆国は、サビーン川を国境と主張し、スペインはそれより、東のレッド川支流であるアロイを本土を国境と主張した。1806年に結ばれた中立地帯条約によって、 両者の主張に挟まれた地域をサビー自由州と宣言し、非武装化した地帯としたが、その中立地帯は無法者、ならず者、犯罪者、海賊の避難所となった。この中立地帯は、西のサビーン川から、東のカルカ州川、バイユーキサッチーとドンマニュエル、ラクテレノワールとアロヨ本土まで広がっていた。アメリカ合衆国とスペインの双方が、その領有を主張したが、 どちらも支配しようとはしなかった。東部州から英語を話す開拓者が西部拡張時代に移ってくるようになった。彼らはリオ・ホンド・クレームと呼ばれるスペインが払い下げを行った土地に入った。初期開拓者の一人がトマス・アーサーであり、ネグリーとクリークソいの土地640エーカーを投棄した。1819年、スペインがサビーン側より、 東の領域すべてに対する領有権を放棄し、アメリカ合衆国がこの領域に法と秩序をもたらした。加算を求める人々の大キャラバンが古い道を移動して入り、その多くは現在のサビーン軍に入った。その後の時代に軍内には小さな開拓地が作られていった。その中でも最も初期のものは1822年に、 軍南部に設立されたネグリートの町であり、クリストファー・アンソニーがバイユネグリート沿いに作った。その後、最南部2827年に設立されたトロ、北部2830年代に設立されたノーブルが続いた。1822年にアメリカ陸軍のザカリー・テイラー・チューサがジェサップ・トリデを設立した。テイラーは後に、 第12代アメリカ合衆国大統領になった。テイラーの指揮する部隊が中立地帯に法と秩序をもたらした。ジェサップトリでは長年サビーン軍にとって重要な役割を果たし、今日では観光地になっている。ここは1845年にテキサスが併合されるまで重要なフロンティアの基地であり、西方拡張のための焦点となっていた。 中立地帯の南西部を横切る二つの主要道があり、メニーの街の近くでは4マイル離れて走っている。一つは、エル・カミノ・レアルと呼ばれる、サン・アントニオ・トレースであり、泣けて主軍から西に、直接、サビーン軍を横切り、テキサス州に入っている。古くからありよく知られているので、多くの農夫や村人がその道に沿って入植した。フィリップ・ノーランのトレースは、 アレクサンドリアの上流でレッド川を渡り、ヒサッチーの国を横切り、サビーン川渡し近くでエルカミノレアルに合流した。サビーン軍はアメリカ合衆国が新しい発展時代に入った時に設立された。合衆国政府は1831年にサビーン地域を測量して軍区などに分け、1838年にはヘンリー・ミラーシュリーブによるレッド川、イカダを取り除き、 レッド側を蒸気船が通れるようにしたので、地域の植民に拍車をかけた。1830年には蒸気船がサビーン川を航行し始めており、1850年までには通行量が増えていた。人気のある揚陸店はコロンバスイーストペンドルトンカーターズフェリーだった。ペンドルトンの約3マイル南に大型で繁栄する川港サビーンタウンがあった。 開拓者の流入で南北戦争前に全盛期を迎えた。サビーン軍はアレクサンダー・ムートン州知事在任中の1843年にルイジアナ州議会が多くの時間をかけて創設した古軍の一つである。サビーン軍は1843年3月7日にナケテシュ軍から分離して設立された。当時テキサスは独立の共和国だったのでサビーン側が国境になった。 軍内に、いくつかの軍区が追加されてから一か、月足らず後に、議会は北に隣接する、デソト軍との境界を定めた。当初、サビーン軍の一部に考えられていた、ナケテシュ軍内の軍区の半分が1854年に追加された。1871年、軍南部のかなりの部分が、バーノン軍の創設で分割された。この時に、現在のサビーン軍領域が固まった。 軍を創設した時の法律で、軍庁所在地は、当時軍内で最も重要な開拓地だった、ジェサップ取の指揮官ジョンビーメニー大佐にちなんで、メニーと名付けることとされた。メニーは、泣けて主サンアントニオ道路沿いにあり、テキサスにつながっていた。1843年5月17日、WRD スペトハンジ、IWE ソン、SSE ソン、 G.W. トンプソンが土地40エーカーを購入した軍に与えた。直後に30人ほどの市民が軍政委員会に町の区画を作り、区画を販売し公共建築物を建設する手配を行うよう、請願した。軍政委員会は、軍庁舎と週刊所の建設を企画し、区画の販売で建設資金を作った。最初の家屋は、ジョン・ボールド・ウィンが建設し、 店舗を開き、その家は酒場に使った。ボールドウィンはメニーの初代郵便局長にもなった。最初の入職者はウィリアムズメインであり、1830年に来ていた。1850年代初期には最初のコットン人が作られ、1850年の初めての国勢調査では白人3347人、奴隷1168人となっていた。 南北戦争の時、サビーン軍は軍で結成された部隊にかなりの支持を与えた。歴史家のジョンディ・ウィンターズは、その著作、ルイジアナでの南北戦争で、貧しい末の丘の軍が、サビーンライフル隊、サビーンレベルズ、サビーンシュワン兵隊及び、ジョーダンの中隊に資金を出す投票で、その出身者に対する義務に直面し、またすでに前線に出ていた。 別の中隊には500ドルを送った。と記している。サビーン軍はルイジアーナ州では最後の大きな戦闘の舞台になった。1864年4月9日、古いプレザントヒル及びサビーン軍とデッソト軍の軍境で戦闘は起こった。前日にマンスフィールドで南軍が勝利したことに続くものだった。この戦闘後、北軍はシュリーブポートから ナけてしゅにつながる道路を撤退した。この道はサビーン軍の北東部を横切っていた。この戦闘は非常に重要なものと考えられた。戦争全体の結末には影響しなかったが、北軍のシュリーブポートを占領し、テキサス州を他の南軍地域から分離させようという試みを砕いた。サビーン軍出身の南軍士官にはクリストファー・コロンバス・ナッシュがおり、 戦争捕虜として、オハイオ州のジョンソンズアイランドに囚らわれた。後にナッシュは、グラント軍の保安官となり、1873年のコルファクス暴動で衝突し、1874年には、白人同盟の最初の支部を作った。南北戦争後、蒸気船が鉄道に道を譲った。テキサスパシフィック鉄道が1882年に、 シュリーブポートとニューオーリンズの間で開通し、町にとって鉄道の重要性を実感させた。デソト軍内にあったプレザントヒルの町は鉄道に近づくために町自体を2マイル移動させ、サビーン軍内に入った。1896年には軍内を通るカンザス式サザン鉄道が開通し、コンバース、フィッシャー、フロリエンの町が設立された。地域は 鉄道が製材所員を連れてくるまで農業地帯だったが、長場末材を求める世界的な需要に対応するために製材所が作られ、製材業を流盛させた。その後の30年間で森林は伐採され尽くされ、ガンディア、ピーソンなど多くの製材所が転出した。1940年代初期に植林事業が始まり、パルプ、製紙業者が間伐材を購入した。 その結果サザンパイン合板が発達し、フロリエンには、州内最初の合板会社であるバンクーバープライウッド会社が開設された。植林事業によって1950年代にはホッチスガーデンズが創設され、新しい産業を開いた。それは観光業であり、1968年のトレドベンド貯水池の完成で大きくなった。アメリカ合衆国でかつてなかったような、 大規模軍事演習が1940年5月にサビーン軍周辺で行われた。この演習で戦争の可能性を実感させるものとなり、青軍隊4万名の将兵が侵略する赤軍隊3万名からサビーン軍を守った。この演習には33州の兵士が参加し、アレクサンドリアとテキサス州中道チェスの間の松林、丘陵、河川、 警告にわたる1万平方マイルが使われた。地域を通過した指揮官や参謀は軍隊の事実上の新主力を構成した。その中には、ベンリア中将、ドワイト・ D ・アイゼンハワー大佐、ウォルター・クルーガー中将、ジョージ・ S ・パットン・ジュニア将軍、JL ・ベネディクト少佐がいた。1928年に軍内で石油が発見されたことに続いて、原油と 天然ガスが主要産業に仲間入りしたが、1934年頃には石油が原産になった。1950年代にメニーの近くで新しく埋蔵が見つかり、石油が再び主たる経済要素となった。現在も軍内には世界に誇れる木材があり、さらに他の自然資源も豊富である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は1012平方マイルであり、この内陸地865平方マイル、水域は146平方マイルで、水域率は14.46%である。メニーの近くにはホッチスガーデンズパーク原生地域がある。1950年代に民間資本で作られ、2007年にルイジアナ州が管理することになった。自然科学者のキャロラインドーンが、 公園の設計に貢献した。1960年代半ばに建設されたトレドベンド貯水池は、ルイジアナ州とテキサス州との宗教に近く、サビーン川にあり、発電を行い、レクリエーションの場を提供している。サビーン郡は、テキサス州、サビーン郡と隣接しており、このように隣接する州に、同盟の郡が隣接してあるのは、まれが例である。他には、 フロリダ州とアラバマ州のエスカンビア軍、マサチューセッツ州とロードアイランド州のブリストル軍、メリーランド州とデラウェア州のケント軍、アーカンソー州とルイジアナ州のユニオン軍がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サビン軍図、サビン軍教育委員会が軍内公立学校を運営している。ありがとうございます。